こんにちは、すずです。今回は私ちょっと秘密のルートを歩くので、どこを歩いているっていうのは内緒なんですけど、屋久島の山の中に5日間くらいこもろうかなと思ってます。すずの音チャンネルで、まあ、今日1日目で、日付が7月11日、ちょっと雨がね降ってました朝で、ちょっと天気悪いから行かない方がいいんじゃないとかって言われてたんだけど、なんか私はねもうなんかもうずっと今日だとなんか思ってたから、なんか呼ばれてる気がすると思って雨降ってるけどいいやって、まあなんだろうな、こう明日以降はお天気みたいなので、今日もしも雨ザーザーになっちゃったら、どっかのなんだろう避難小屋に泊まればいいかななんて、避難小屋って、まあ、山小屋があるので泊まればいいかなっていう風に思ってたので、まあ、そんな感じで来ました。でも実際来てみると今、まあ、標高1700ぐらいの場所にいるんですけど、まあ、ちょっと雨降ってたけどだんだんなんか晴れてきました。明日はお天気いいんじゃないかな、来てよかった。で、今日までのルートは普段よく歩いてる道を歩いてたので、まあ、なんていうことはない、まあ、遭難とかそういう心配はなく、まあ、明日からだよね心配なのは。行ったことなくてちょっと危ない道なので、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ、気をつけて行ってこようと思います。眠い、もうご飯食べたら眠くなってきちゃった。ちょっとゆっくり景色を見ながら過ごしていこうと思います。で、今回ちょっと焼酎持ってくるの忘れちゃったからまあそれがちょっと心残りかな。いつも焼酎と緑茶持ち歩いてて、なんか飲み物両方忘れちゃって、でちょっと自分で手作りしたお茶をね持ってきたんだけど、それがまさかのカビていたっていうので、今回お茶がなくなっちゃって、まあ、梅干し汁みたいなのを飲んで過ごそうかなと思ってますふふとか言ってね。じゃあちょっとこれから5日間頑張っていこうと思います。わあ。なんか怪しい雲があるんだけど大丈夫かな、これ。おはようございます。今日2日目です。重曹2日目。なんかさ、昨日のさあの怪しい雲が、私もうほんとなんか気になりすぎて気になりすぎて、なんか心ここにあらずっていうか、なんか見ちゃったけどどうしようもないっていうかさ、もうなんかよくわかんないと思って、で友達とかにさ、ね、この雲やばくないとかって連絡したくても、なんかここ電波入んないから伝えることもできないし、なんかもうすごいそわそわしてる。で、今朝の天気は、まあ、ちょっと小雨が降ってるかなっていう感じで、天気予報ちょっと外れてるかなっていう感じで、本当だったら本当に快晴な日を選んで登山したかったんだけど、なんかどうしても11日に入らないといけない気がしてたのよ私。もうなんか呼ばれてる気がするとかって思って、もしかして昨日の変な雲を見るために登らされたのかなとか、なんかいろいろ考えてたら、なんかうーっていう気分になっちゃった。で、あんまり天気悪かったら旧道通るの危ないのでやめて普通の道を通って、で、まあ一泊するか、そのままちょっとお家に帰ろうかな、まあ一泊するかなっていう風に思います。どうなるんだろう、全然読めないお天気。今日明日からは良くなるはずなんだけど、今朝も意外と降ってるから、なんか予報と違うなぁなんて
思いながら過ごしています。今日も一日頑張ります。もうなんかから元気、から元気だよ。今旧道を発見して、なんとか旧道を歩き始めることができそうです。ちょっとどうなってるかめっちゃ何もわからなくて大丈夫かなって心配なんですけど、ちょっと気をつけて歩いていこうかなと思います。ちょっと何回か道分かんなくてだいぶ苦戦してたんですけど、ちょっと見てこれ、古いけどピンクリボンがありました。山入って多分2時間か3時間ぐらい迷いながら歩いてたんですけど、やっと初めてピンクリボンを見かけました。いやマジで引き返そうかと思った。ちょっとマジで本当に道が分かんないわ。いやー大変。まあ危なかったら本当にこの先も引き返そうと思うんだけど、めちゃくちゃ分かりにくいっていうか、分かりにくいっていうかもう道ないよマジで道がない。気をつけよう。道の感じとしてはたまにピンクリボンがあるんですけど、もうちょっとどうにもこうにもわからないみたいな感じの道が多いです。いやー大変だな。はい、道がマジでわからない。私後ろから来たんだけど、左方向にピンクリボン、右方向にピンクリボンっていう感じで、やっと正規ルートが見つかったんだけど、もうずいぶん上の方歩いてました。なんかピンクリボンあるはあるんだけど途切れてるしだいぶ分かりにくい。ここはねリボン当てにしては来ない方がいいと思います。あと GPS とかで旧道も実は載ってるんだけど、ピンクリボンがある位置と旧道が表記されてる位置全然違うの。だからもう当てにしない方がいいとか、当てにマジでなんないから、なんとなくのなんて言うんだろう、この位置かなってぐらいのしか当てになんないかな。あとは自分がどこ歩きやすいかなとか、もう勘で歩いていくっていう感じなので、ある程度なんか登山経験がないとマジで滑落して危ないと思います。もう気をつけよう。私が会いたいと思っていた天王杉さんがいらっしゃいました。なんかルート外れしたから、私外れちゃったかなって、会えないかな今回、またリベンジしたいなって思って歩いてたんですけど、まさかの後ろに天王杉さんがいらっしゃいました。よかった嬉しい。なんか今回山に入ってよかったなって、なんかちょっと感動しちゃうね。あーすごーい、すごいな。
到着しました。今日のテント場まで到着して、まあ、テントを張って、で近くに沢がある場所を選んだので水浴びして、で軽く洗濯物して、でご飯食べて、もう今です。もうなんかあったかいご飯食べたらもうめっちゃ眠くなっちゃった。なんやかんやさ、朝7時からずっと歩いてたから、でこう道が本当に分かりにくくて、ずっと緊張してもうキョロキョロ歩いてたので、ね、本当一歩間違えたら滑落しちゃうとか遭難しちゃうとかっていう道をね、わざわざ選んで歩いてるのでダメだなって思うんだけど、なんかそっちに惹かれちゃってさ。でまあそんなコーナーで、とにかくもう4時まで歩いてもすごい疲れちゃって、まあ早く寝て明日も早くから歩こうかなといった感じです。まあいいペースで歩けてるかな。で明日の道がね、すごい実は分かりにくくて、今日の一応分かりやすい道まで出たのよ。であとね、まっすぐなんかまっすぐある程度歩いたら、今度ある山を目指してこうグッと登っていくんだけど、実はその山に登るグッと行く道がGPS に乗ってなくて、歩道として、まあ旧道だから出てなくてもう当たり前なんだけど、ちょっとそれ本当人入ってなさすぎて分かんないかもしれない。でそしたら危ないので、そのまままっすぐ行くと違う場所に実は出れるので、そっちの方に行こうかなってちょっと思っています。果たしてそっち分かるかな、どうかな。まあ明日も本当道が不安だなっていう感じです。とりあえず2日目、まあいっぱい歩いてご飯もいっぱい食べて、まあ頭も洗ってすっきりして、あとはもうゆっくり寝ようっていう感じです。でも標高だいたいね1100ぐらいまで降りてきちゃったので、もうヒルがめちゃくちゃ怖いのよ。私ヒル今まで一回も刺されたことないから、ヒルめちゃくちゃ怖くて、でなんか見かけた、ヒル見かけた、怖いね。まあ何の話してたっけ、まあ、とにかく今日はヒルに怯えながら、おとなしく夜を過ごそうと思います。まあ、電波もね昨日今日と入らないので、ちょっと世の中の情報はわからないんですけど、まあ、お天気は大丈夫そうなのでよかったです。ではでは、今日は結構緊張して歩いたから普段の山歩きよりも疲れちゃったな。おやすみなさい。明日も頑張ろう。